演舞開演。どうも、本日はこちら今川焼きの小豆あんを食べたいと思います。以前カスタードを食べたことあるのですが、今川焼きは小豆ですよね。日蓮の商品でもさすがにこのままカチカチでは食べられません。なので温めてきます。少々お待ちください。温まりました。うわ、中身を見てみましょう。くら、中のあんこの色も美味しそうです。ではいただきます。はい、私にとっては小豆が一番です。ふんわりとした食感の生地の中にふっくらとしたあんこが詰まっていて、ちょっと食感も楽しめるあんこの程よい甘さが口中に広がってとっても美味しかったです。カスタードも美味しいのですが、私の中ではやっぱり今川焼きは小豆というイメージが強いんですよね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。